とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラランジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、この装備を使っていきましょう。ネバネバの弓ですね。263のめちゃくちゃパワーが高いやつです。これね、251でバブルを使っても、結構強かったんだよね。でも263になると、おそらく相当強い。エンチャントが黄金でリフレッシュ。で、下がクールダウンショットとバーストボーストリング。真ん中をね、まあ、無限にすると、安定感はあるだろうけども、火力となると、マルチショットの方だろうなと思います。なので、マルチショット、入れていきましょう。はい。まあ、これで、敵を倒しつつ、勇者で、無限ポーションバリアだね。で、やっていきましょう。勇者もこれ惜しいんだよね。黄金が防護2。防護じゃなかった。でも、とりあえずこれをつけてます。では、早速、行ってみましょう。それでは、行きましょう。エンドのアレッジですね。HP1 に固定のアイテムボーナスを持ってる。あ、なら、カバンいらないか。まあいいや。で、クリティカルを持ってるってとこですね。クリティカルがあるんで、ダメージには要注意。まあまあ、無限ポーションバリアをしていけば大丈夫でしょう。ちょっと待って、いきなり変更がついてる。ちょっと待って、変更ついたらちょっとやれないんだって。変更はね、要注意です。オッケーオッケー。で、敵が、いっぱいいるところでは、確実にね、バーストボーストリング発動するんだけど、ちょ、待って待って、また変更ついてない？また変更ついてるじゃん。これ変更クエストじゃないでしょ？変更クエじゃないのに、やたらと変更がついてくる。嫌がらせか？ちょっと勘弁してください。変更さえついてなければ、あ、全然 OK。めちゃくちゃ強い。うん。やっぱりね、251で、ものすげえ火力があるビルドだったんで、これが263になると、それは間違いなく強いでしょう。うん。OK。まあ、とにかく変更には、どうしようもなくなるので、変更は注意。だね。で、クリティカルは、必中なのよね。必ず3倍ダメージを与えてくるので、それにもちょっと注意していきましょう。まあ、注意しようがないじゃないんだけどね。まあ、エンチャントの敵が出てきたら、まあ、あまり近づかないように、弓でね、処理していきましょう。おいっと！ちょっと待って、一応263なんだけどね、この防具。やたら効くね。まあまあ、これがクリティカルの威力ってやつですか。キャプテンは、いないよね。うん、ここはいないので、そんなにいないか。たまにはいる。一応探しながら行きます。強制戦闘特に問題ないでしょう。極力ポーションバリア、発動していきたいけども、敵の数がね、あれ少なすぎるとどうしようもないんだよね。オッケーオッケーオッケー、いいよ。エンダーマン来い。じゃあこれよ、これ。やっぱ羽でね、ぴょん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 してダイナモ貯めて、強い敵はこれで一撃で倒すだね。間違いない。いけ。ちょっと待って、え、ちょっと待って、あ、矢がないんかい。矢がない、マジでか。矢が不足しちゃうの。やばいやばいやばい、これは完全にやばい。いや、抜けたけど。そうか、矢がなくなっちゃうのか。これはちょっと厳しいですね。中間地点到着です。矢がない、本当にね、矢がものすげえ不足する。どうしようもないね、矢がなくなると。
なので、ちょっとソウルを貯めるようにしてみました。うん。で、ここで、ちょっと増殖しようかな。ほんと、ちょっとしか増殖はできないんだけども、まあ、そのちょっとが結構重要なんでね。増殖していきます。複製の章ね。はい。で、爆発持ってきてないな。まあいいや、サブビューイングでいいや。で、そして、俺の増殖用の装備、これだね。この絵のアーマーの、黄金でクールダウン3。で、下もクールダウン3。入れてます。で、これでゴリゴリゴリってやる感じなんですよね。あー、ダメだ全然できない。まあ、仕方ないか。全然できなかったけども。まあ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 、若干なりとも、増えたでしょう。勇者どこだ勇者どこだ。うん。まあまあ、マシになったかな。で、これで、ドラと、バブルで倒すからね、他のがね、あんまり意味ないんだよね。意味ないっていうか、ダメなんだよ。しちゃダメなんだよ。バブルで倒さないといけないから。はい、キャプテン。どうだ？お、いるね。じゃあ。ではではでは、まずは脅威から。よし。で、あと一体、反対側に確かいるので、そいつも倒しましょう。うん、あ、400発あれば、そこそこいいかな。うん、400あれば、まあまあまあ、いいぐらいじゃないですか。できればね、神秘の方がいいんだけども、神秘が出てきてくれない。ちょっと待て待て待て、取らせてくれ。まずは取らせて。OK。まあ、脅威にでも結構きついんだけどね。よし、行きまーす。先にはもういないかな。あ、いる！いるいる。どこだ？あ、ここか。じゃあ、ちょっと待って、シルクは打っとい。あー！はい。何人が出るかな？うん、モブ HP150% きついね。まあいいでしょう。これで、いきまーす。お、どっかいるぞ。どっかにキャプテンいる。下か。で、やっぱりね、HP が 150% って結構強いんだ。これは。なんだ？ああ！シュルカウトイ。よし、なんだ？あ、略奪者に変わるか。ああ、特に大したことはないやつですね。まだクリアまでもう少しあるので、もしかするとまだいるかもしれない。ああ！ちょっと待て！そいつは、普通じゃ倒せない。こんなとこいるんだ。しゃあ！危ない！危ない危ない！死にそうだった。食らったら多分やばかったね。よしよし、オッケーオッケー。では行きましょう。あ、痛い痛い痛い。クリティカル痛い。よし、抜けた。あとは、登っていくだけだね。登っていくだけで、おしまいだ。あー、間違えた間違えた。お、宝箱があるとこよね、こっちは。あー、何それ、今のなしでしょうよ、もう。あと一回やられたらおしまい。うーわ、きつ。ちょっと待ってよ。こっちから行った方が、あー、意外と最後これ難しい。道、ここで合ってんの？あー、もう、あいつ、最悪だ。再挑戦してきてます。もう終わりです、これで。
やー、さっきのは何だろう、半分ぐらい着地ダメージで減ったな。なんか着地ダメージがね、落下ダメージか、減ったみたいなやつがあったんだけど、全然食らうじゃないっすか。はい、まあまあ旗を取ってないんでね、楽勝です。見てみましょう、報酬どうでしょうか。アーティファクトです。複製254、まあ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 ありじゃない。複製の書は255を一つ持ってた感じなので、254、さっき出たやつでしょ。で、255で、250あ、だね。うんうん、まあまあまあ一つパワーアップできたのでよしとしましょう。まあ他のやつが良かったけどね、まあいいです。はい、ということで今日はですね、一度やられましたけども、ネバネバの弓の263使ってみました。強い。うん、これ251でも十分火力があったんだけども、263になるともっと火力が出ていい感じです。ただ矢がものすごい不足するので、これ真ん中をね、マルチショットじゃなくて無限にしてもいいのかもしんないね。いや、無限の方がむしろいいのかもしんないな。今度作り変えときます。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。